さい。はい、今日はペンネアラビアータ、ペペロンチーノのトマトペンネ版、うん、おいしい。今日はね、ペペロンチーノそんなに味付けしないで、ニンニクと唐辛子にトマトソースとちょっとコンソメ足しただけかな。うん、でもアラビアータって辛いトマトソースっていうイメージなんで、ちょっと辛めにしてます。おいしい。タバスコとね、チーズを用意したんだけど、タバスコいらないみたい。トマトのペンネって何回も作ってるんだけど、アラビアータを意識して作ったのって初めてなんだよね。うん、トマトソースっていろいろ具材を入れた方が美味しく感じるじゃない？うん。今日は玉ねぎとベーコンだけです。うん、美味しい。子供にはちょっと辛いかな。ちょっとパルメザンチーズ。チーズがかかるとまたうまい。これね、ニンニクと唐辛子をちょっとがっつり系に入れてトマトソースのアラビアータって美味しいね。癖になる、うん、ペンネの方がいいかもしれない。これポイントはペンネを時間まで茹ですぎちゃうとソースとね、ちょっと絡まないかもしれない。味が薄くなっちゃうから、ね、トマトソースに茹で汁を足してペンネにね、吸わしてるんだよね、うん、そこがポイントです。あ、美味しい。うん、今日はちょっとね、辛めに作ってるんで、うちの奥さんにはちょっと辛いかな。大きい唐辛子、種ごと3本入れちゃったからね。これイタリアンパセリが庭にあるってすごい幸せだね。乾燥パセリとは全然香りが違う。うん、美味しい。イタリアンパセリとパセリとバジルが自分の家で食べ放題なんてすごい幸せだと思わない？ぜひ作ってみてください。